まして、おめでとうございます。わあ、パチ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 ンコ、船月みなとです。2024年もわたるんるん、ほだかわたるです。はい、ということで、うん、年が明けまして2024年、うん、これが34初動画となります。初動画、うん、お正月って感じしますね。ほんとだよね、今年はね、辰、うんうん、年ということですけれども、うん、どうでしょうね、実践はね、うん、私たち昇り竜のように、お、登っていきますでしょうか。登っていきたいね、うん、楽しみだな。楽しみですね。結構初打ちもした。いや、実は打ったんですよ。何打った。いや、もうそれはもちろんブラックですよ。だよね、なんかわかるわ、ブラックのイメージある。はい、そして、うん、ゴールドパールラッシュ入りませんでした。入りません。入りませんでした。やっぱりダメだった。ダメだったか。はい。え、みなと先輩は初打ちは。え、私はもう、はい、去年からずっとゴーゴーマリン3000ばっかり売ってるんだけど、うん、どうしても去年入んなかったの。はいはいはい。で、だけど、うん、今年はなんと初打ちから入りました。 おめでとうございますおめでとうございます。なので今年はこの調子で、はい、ちょっと引きのね、いい港を見せていきたいな。生まれ変わった港先輩。そうよ、ニュー港になったわ。ニュー港いいですね。はい、はい、さあ、ということで、うん、今回の動画が34の初動画ということで、はい、今日はそれぞれの抱負を書き初めにして発表していきたいなと思っています。はい、書き初めめっちゃ久しぶり。そうだよね、うん、書き初め何書くかもう決まってる。決まりましたよ。決まりました。で、何、港先輩は。私はもうあれしかないなってもう頭の中で浮かんでます。え、何それ、気になる。あれしかないよ。え、ちょっと小声でネタバラシしてください。いや、ダメですということで早速行ってみましょうか。はい、お願いします。はい、34。はい、では早速発表していきたいと思います。はい、ではまずは私から発表していいですか。うんうん、お願いします。はい、抱負はこれです。ほら、もう可愛いもん。ずるー、ずるー待って、ずるーってそんな感想ある。何それ。いや、なんか予想以上に可愛いなと思って。可愛かった。可愛い。まずはね、これ理由なんだけど、うんうん、愛っていうのは、はい、三陽のこともそして三陽も、うん、今までよりもっともっともっと皆さんに愛される存在になりたいなという意味を込めて愛にしました。うん、なんか一番最初に出てきた理由がすんごいしっかりした理由だった。え、私はいつもしっかりしてるぞ。そうですね。そう、うんうん、そして次に、はい、港的には、うん、海愛、うん、そして山陽愛を、うん、もっとみんなに伝えていきたいなと思って愛にした。港先輩、先輩の鏡じゃないですか。え、思ってなかったの今まで。いや、思ってた。ちょっと待って。思ってましたよ。さらにはですね、はい、運にも、うん、出玉にも、うん、パチンコパチスロの神様にも、うん、愛されたいなということで、うん、愛にしました。おー、そして引き弱な港先輩を脱出すると。そうだよ、今年は愛に愛されて、うん、引き強に生まれ変わる。愛にいろんな意味をつけてるあたり、うん、やっぱずるー。だからずるーってなんなの。いや、でもね、うん、最後にね、うん、これ大事だよ。わたるんのことを去年よりもっともっともっと愛したいなと思って。先輩、それはいい意味でずるー。やった、ハートが出てきた。もう好き先輩。嬉しい、私も好き。愛です。愛ですね。愛です。では続いて、はい、わたるんお願いします。はい、私の抱負はこちらです。ん、え、待ってわたるん、これ何暗号ですかこれ。ちょっと待って、落ち着いて。まあまあ聞いてください。いや、落ち着けないよこれ。新年早々焦らないでください。何。はい、まず一つ目は、うん、山陽社員として海物語の魅力を伝えたいし、うん、ホールでも海物語を打ち散らかしたいなっていう気持ち。散らかしたいのかな。打ち散らかした、うん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 。そして二つ目、うん、これも一と同じなんですけど、うん、レンさんも海と同じくらい公私ともに楽しんでいけたらなって思ってるよっていう気持ち。はい、そして多分ね、ここ一番港先輩物議を醸してると思うんですけど、三、うん、つ目。そうだね、はい、これは漢数字の4って書いて、うん、まあそのまま4って読むんですけど、うん、そうだよね。山陽と山陽かけてるんですよ。今年も山陽社員として、そして山陽の社員として頑張っていきたいなと思いまして、なので、あの3、4じゃなくて3、4にしてみました。そういうことね。はい、なんだ、もうなんかさ、突然さ東大王始まったのかなと思っちゃった。いや、ほら、一富士二鷹三なすびみたいな言葉もあるじゃない。
そういうことか。そうそう、それで1海に行ける。そうそう、あでもほらなんかちょっと縁起良さそうじゃないですか。確かに、言われてみれば、ね、でもまあうまいこと言おうとしたらちょっと足りなくて暗号みたいになっちゃったっていうやつなんですけど、なんか渡るんらしくていいと思う。えへへ。34。はい、ということで、はい、抱負を発表してきましたが、はい、まあ今年始まってね、うん、まだねちょっとしか経ってないけど、うん、やっぱ今年も皆さんにすごく楽しんでもらえる動画をお届けしていきたいなと思ってるよね。いや本当ですね、うん、それこそあのほらコメントとかでいつもいただいてる生配信とか、うん、歌ってみたとか、今年はなんかもっともっといろんなことに挑戦してどんどん新しい三四の一面を見てもらえたらなっていう風に思ってます、うん、そうだね、はい、はい、では皆さん改めまして、はい、2024年も三四を、そして三四を何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画をお楽しみにしてください。バイバーイ。バイバーイ。